じゃあ、クランさんのボーカルマイクですか。クランボーカルです。はい、クランさん。はい、ソロボーカルです。はい、ソロギターです。はい、クランさんギター。はい、ありがとうございます。じゃあ、準備が整いました。2回目ですね。2回目ですね。はい、このままゲストに出てもらったしね。はい、フラワーラジオの番組を出てもらったし。はい、ありがとうございます。とても素敵な男女ボーカル業ですよ。ベニゾラ。はい、ベニゾラですね。ベニゾラ、日本に思います。はい、ベニゾラさんのお二人です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。じゃあ、こちらは曲から行ってみたいと思います。輝く夏用しかないもんですから冬でもこれで。でもな、私結局頑張ってね半袖着たんですが、下にヒートテック着てきたんですからね。クランさんはあくまで半袖で、もしかしてヒートテック着てません？着てます。はい、ね、はい、まあ、そういうわけで明日輝くというか、まあ、スタートするね、はい、タクシーというか。で、前回の時に夏披露というか、最初に、ここでそうですね、新曲だった新曲ということで、はい、魔法のペンね、はい、魔法のペンを2曲目、魔法のペンという曲で、はい、今日もこちらでやっていただきます。はい、こちらもね、なんていうか未来をね、まあ、自分でデザインするんですよって、そういう場合もね、なんかお話ししたこと大丈夫ですか。はい、いただきます。はい、魔法のペン。Yeah.
足に流して次の歌はね、この今の季節にね、ちょっとふさわしいかなという新曲です、はい、新曲ばかりですけどね、そうですね、はい、石州、はい、寂しいという字に、秋の心、秋の心、憂いという字ですね、はい、はい、どうぞ、配達の方いい香りがね、してます、はい、この香りの中でね、この秋を感じながら、石州、このままでいいという歌、ね、この歌はあれなんですよね、まあ、私たち2人しかいないんですけど2部コーラスなんですが、いわゆる3度のハモリではなくて、ちょっとね、2度のハモリっていうんですか、はい、そもそもハモリというんですか、怪しげなね、ちょっと変だなと思いつつ結局そのままね、やってしまうというね、確定させてしまった石州、はい、このままでいいという、はい、はい、いきます、はい、消えてしまえば
ありがとうございました。石州、このままでいい。はい、ちょっとね、寂しい曲が続いてしまったんですが、次の曲は先ほど歌わせていただいた魔法のペンという曲の、まあ、ちょっと付属品みたいなつながっている曲で、魔法の手という曲なんですけど、魔法の手、多分聞き分けあるじゃないですか。魔法の手がちょっと言葉が似てて、そこからちょっとね、間違って作られてしまったという、おまけで作られてしまったような、背中をね、描くときに使うとかね、うん、ちょっとその辺にあるものをちょっと取ったりするときに非常に便利、隙間に入っちゃったものを取るときに非常に便利。マジックハンド、そうですね、かっこよく言うとマジックハンドですね。そうですね、昔に言うと魔法のペンってですね、うん、はい、でその魔法の手なんですけど、魔法のペンの練習をしてるときでしたよね。そうなんです、魔法の手ということ聞き間違えたんですね、聞こえちゃってね。でじゃあ魔法のペンやろうかって時に、魔法の手って言って、しばらくしたらこのペアンさんが即興で魔法の手って言うと A メロ作ったの、ね、面白いじゃないって言って、そしたら何て言うか、図に乗ってというか B メロというかサビですか、作って、で前回ここに来た時はそんないきさつがあったんですよ、で、まあ、魔法の手っていう歌も作りかけちゃったんですよって話したんですけども、それを今日は初めて、はい、まあ、孫の手っていうね、なんですか、もしよろしければこの手拍子というかね、紅空で珍しく、ジース珍しくね、リズムのある、そうですね、リズムのある、はい、孫の手という歌を、じゃあ、はい、はい、お願いします。本当に新曲で、まだ一度も人様の前で歌ったことがないんですね。まあ、この季節で一応ふさわしい、まあ、みんなさっき同じこと言ってますね。基本的にね、風に試してっていうね、歌なんです。
ボーカル、出だしだけ私が、歌わせていただきまして、ありがとうございます。で、その後ですね、あの一応スイッチしてしまうというね、風に託してという感じで言ってみたいと思います。車の音さえ遠くなる。心は白く曇り空、あなたの声が曲がるだけ。美しく儚く咲いた花、影を落とす悲しげに覗き込む私の心を。さよなら言って終止符打って、せめて街を吹き抜ける、風にそっと託して、楽しい日々が霞む写真一枚消していく。優しい笑顔も思い出せない、ラストシーンの始まりのよう、ありがとうございました。ありがとうございました。